僕が G1 で教わったこと、まずはグリップについてお話しします。僕の昔のグリップは、ロングサムでフックグリップ、そして右手が、かぶっていて、こう雑巾絞りのように喧嘩している状態。このグリップだと、インパクト時にこう手首が折れやすく、でフェースの面も変わりやすかった。それを、スクエアグリップのショートサムに直しました。でグリップで大事なことは、こう面と面が重なるように平行に握ることが大事です。でフックグリップの場合はこういうふうに面がそれでも重なっている状態を作ってこう握ることが大事です。で僕はその中でもスクエアグリップを採用しています。それは、まず左手の親指と人差し指でつまんで、こう親指が出ない短く、そして小指の母指球に引っ掛けて、こうすることによって、左手の手首とシャフトの角度がこう決まってしまいます。アドレス陣で、そして、残りの3本はこう第一関節からこう丸めて握るように握ります。そうすることによってより少ない力で、よりしっかり握ることができます。そして右手は、右手で一番大事なのはこう V 字を作って、しっかり締めて、でここにコブを作るように、これが、とても大事です。すると、はい、こういうグリップに直しました。これによって、ダウンスイングの時のこうためを簡単にできるようになったし、インパクト時のフラットリスト、これもまた楽に、前より楽にできるようになりました。で特に、ショートゲームでは、フェースの面に乗せて運ぶ感じのあのフィーリングがすごい出るようになりました。さらに、フェース面の管理が自分ですごいできるようになったっていうのが大きかったと思います。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。